アラン・グリーン・スパン。アラン・グリーン・スパン。1926年3月6日帯はアメリカ合衆国のコンサルタントでマネタリスト経済学者。1962年から1974年まで国際投資ドレフィスファンドの取締役を1974年から1977年までジェラルド・フォード大統領の経済諮問委員会議長を 1980年代には、アルコア社や ABC の取締役を、1987年から2006年までは、第13代連邦準備制度理事会、FRB 議長をめた。ニューヨーク市で、ユダヤ系の家庭に生まれた。父、ハーバート・グリーン・スパンと、母、ローズ・ゴールド・スミスはアランが生まれて、すぐ離婚したため、母とその家族に育てられた。幼い頃の彼は、 数字や野球、モールス信号、そして音楽に興味を持っていた。ジョージ・ワシントン高校を卒業すると1943年から1944年まで、ジュリアード音楽院でクラリネットを学び、才能あるサクソフォ音奏者として知られていた。しかし数字が好きだったことから経営と金融に関心を抱くようになり、ニューヨーク大学商業会計金融学部に入学する。 1948年に同大学の経済学士、1950年に経済学修士を取得した。さらに進んだ経済学を学ぶためにコロンビア大学へ入り、後に FRB 議長を務めるアーサー・バーンズに指示したが、経済的な理由等で中退した。また、この頃にはアインランドの古典的自由主義に傾倒するようになる。その後、 1977年にニューヨーク大学から通常は必要な論文抜きで経済学博士号を送られた。2005年には4つ目の学位となる小学の名誉博士号を送られた。1948年から1953年までの間、グリーンスパンは経済に特化したシンクタンクであるコンファレンスボードの経済アナリストとして働いた。1955年に ニューヨークで経済コンサルティング会社であるタウンゼントグリーンスパンを設立し1987年まで社長兼会長を務めた1974年から1977年の間を除くジェラルド・フォード政権下で1974年から1977年まで大統領経済諮問委員会の議長を務めた1980年代には アルコア社や ABC の取締役についていた。当時を知る著名なファンドマネージャーであるは自助伝の中で、彼から得る情報は、普通すぎて、彼が将来、世界金融を支配するなど夢にも思っていなかった。と語っている。その一方で、カリフォルニア州の貯蓄貸付組合経営者だったの、依頼で、キーティングの投資活動の拡大を求める、上新書州当局に提出したこともある。 グリーンスパンは二度結婚している。一度目は1952年で美術史を研究していたジョアン・ミッチェルと結婚したが、翌年に離婚した。二度目は1996年で NBC テレビのジャーナリストのと結婚している。12年生活を共にしたミッチェルへ結婚の、プロポーズをする際に、グリーンスパンの言葉が難解であったため、プロポーズと気づず、グリーンスパンは後になって、 明確な言葉で再度プロポーズした。ミッチェルの3回目のプロポーズで初めて意味が分かったという冗談に対して、グリーンスパンは実際には5回目のプロポーズでようやく分かってもらえたのだと自伝に書いている。1987年8月11日、グリーンスパンはロナルド・レーガン大統領の指名で連邦準備制度理事及び議長になることが上院に承認された。 就任して2ヶ月後に彼は最初の危機、ブラックマンデーに直面した。1日でダウ工業株平均が約20%下落した翌朝、FRB は流動性を提供する準備ができているという短い声明を発表し、株式相場は約4%反発した。短い声明は市場の崩壊を防ぐために効果を発揮したとされ、ウォールストリートジャーナルは ブラックマンデーの5週間後に新しい議長は試験に合格したと評価。アラン・ブラインダーはここで見せたグリーンスパンの手腕をマネタリー・ケインジアンと評して賞賛した。1988年の大統領選挙の前には景気を優先させるために政府は利下げの圧力をかけたが FRBE の独立性を守りインフレ対策として利上げを行った。選挙は共和党が勝利し、 ブッシュ大統領が就任した。1989年には、金利は10%近くまで達したが、景気が軟化したため徐々に利下げしていった。1990年8月に、イラクがクウェートに侵攻し、景気の指標が低下すると、さらに、利下げを行った。ウォール・ストリート・ジャーナルは、FRB の他の理事たちの一部にグリーンスパンは、利下げを急ぎしているという不満があると伝えた。 グリーンスパンの任期は1991年の8月に切れるが大統領がギリギリまで再任を決めなかった。そのため政府から FRB に対する暗黙の圧力を疑われ、グリーンスパンの再任が決まった際にウォールストリート・ジャーナルは FRB の独立性について社説で疑問を投げかけた。その後、景気が急速に悪化したため、12月に1%の 利下げを行い金利は4%になった。1992年の大統領選挙では民主党が勝利し、ビル・クリントンが大統領に就任した。景気回復のためには財政赤字を削減し、長期金利を下げることが必要だというグリーンスパンの意見が入れられる400億ドルの支出削減が政府の経済政策として発表されると長期金利は低下した。 1994年に景気が拡大を始めると FRB 内部では0.5%の利上げが検討されたがクリーンスパンは5年ぶりの利上げであることから市場にショックを与えないために0.25%の利上げを主張し理事会を説得して指導力を発揮した。1995年は金利予報点5%前後に置き、失業率、 インフレ率が低く抑えられ1.5%の経済成長と好調な株式市場という理想的な状態になった。1996年にグリーンスパンはクリントン大統領から3期目の FRB 議長として再任された。大統領選挙でクリントン大統領が再選を果たした後の12月に株式市場が高騰し1年で26%上昇していたため、 日本のバブル崩壊から教訓を得ていた財務省や FRB は危惧を抱いていた。グリーンスパンはスピーチで根拠なき熱狂という言葉を使用して株式市場に疑問を提示た。1999年5月の上院銀行委員会では金、ゴールドの売却はいたしません。ゴールドは究極の通貨だからですと述べている。2000年には クリントン大統領に4期目の再任の指名を受けた。2004年5月18日には共和党のブッシュ大統領から米国市場前例のない5期目の連邦準備制度理事会議長に任命され2006年1月31日まで同職を務めた。金融政策の行方について多弁を費やしながら含みを持たせ、現地を取らせなかった言葉で 市場関係者を言惑しつつ、巧みに市場金利を望ましい水準に誘導し、金融の神様、マエストロの名を欲しいままにした。しかし、2007年以降の住宅バブル崩壊に橋を発する世界金融危機をめぐっては、グリーンスパンによる数度にわたる金融緩和が一因との指摘が強く、口と共に盛んに議論されている。 グリーンスパンが2001年から金利を歴史的な低水準に置く政策を取ったことが住宅バブルの一因とされている。2004年7月ビジネス雑誌のビジネスウィークは低い金利と高い住宅価格が経済全体に流動性をもたらす構造を FRB が容認することで住宅バブルを招いたと批判した。しかし住宅問題について グリーンスパン見解を補足する発言として、ドイツ銀行チーフエコノミストで、グローバル投資ストラテジストのエドワード・ヤルデニ博士が、2000年7月の耐久消費財の在庫が高水準であり、しかも上昇していることに注目すれば、金利上昇がなくとも、金賞でなくとも、耐久消費財の消費及び戸建て住宅建設が、ついに頭打ちなる、 あるいは少々低下気味になることを予想できる。金利の上昇及び住宅の在庫増を反映して新規住宅着工件数は最近減少してきているなどと講演証言を記載参照している。2005年5月19日にアトランタで行われた講演でグリーンスパンは米国最大の政府系住宅金融機関である連邦住宅提供高校。 ファニーメイト、連邦住宅金融提供高校フレディマックにて、保有資産、住宅再建論及び MBS の肥大化が、米国金融システムの大きなリスクになっているとして、2社のポートフォリオ、保有資産の大幅削減の必要性を改めて指摘した。約1兆5000億ドル、約161兆円にまで達した巨額なポートフォリオは、ほとんどが、 市中金融機関から購入した住宅ローン債券や不動産担保証券、MBS 資産の大半で、これらは投資家に売却されずに残っており、住宅ローン債券の市中販売パッケージそのものが浮遊証券化されてしまっていたため、2社の本来の使命である住宅金融市場の流動性への潤沢な供給住宅ローン金利の安定、また金融危機が起こった。 債の流動性供給を大きく果たせない状況に陥っていることが、市場住宅金利への極端な悪影響の要因となる可能性がある。また、米国金融市場全体のリスクヘッジに対するデリバティブ予測としては、その人為的ミスへの警告が、当時のグリーンスパンより出され、強調されていた。2005年3月3日、民主党のハリー・リード上院院内総務は、 2001年のブッシュ大統領の減税策を支持したグリーンスパンを批判した。また、労働者が給与税の一定割合を個人の退職用口座に移行できるようにするというブッシュ大統領の社会保障制度の変更案を支持したことでから批判を受けた。2006年に FRB 議長を退職し、イギリスのブラウン財務省の名誉顧問及びヘッジファンドである。 ポールソン社のアドバイザーに就任。2011年8月、S&P による米国債の格下げに関して、MSNBC の取材を受け、米国はドルをすることができるので、米国債が債務不履行になる可能性はないと述べている。また、ピックス諸国の債務問題の解決には、欧州の財政政策の統一が必要だとの見解を示している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。